宮城県道8号仙台松島線は、宮城県仙台市宮城野区と、道県宮城郡松島町とを結ぶ県道である。通称リフ街道。リフ町、森号付近あたり道は、仙台市宮城野区原町三丁目交差点から、リフ町を経て、松島町あたこ交差点とを結ぶ。仙台都市圏の千円地区にとって、国道45号は、仙台と日本 3K。 松島とを結ぶ道路という意味があるが、高度経済成長により、モータリゼーションが進展したため国道45号の渋滞が頻発するようになった。その迂回路として、東道の整備が進み、まず1974年4月30日に、リフ町主要部を迂回するリフバイパスが供用開始された。現在は仙台市内からリフ町の区間でおおむね片側に、 車線に整備され、東道の西端付近では、北四番町に直通する形になっている。沿道の陸町には、イオンモール新陸をはじめとした、ロードサイド店舗が集積し、宮城スタジアムや、宮城県総合運動公園総合体育館を、はじめとした大規模集客施設が集まる、宮城県総合運動公園がある。半生時代には、東仙台付近を通る区間の両端に、 松が植えられたことで長い並木道となっており、この区間は松原街道と呼ばれていた。第二次世界大戦時には輸送船の材料のほか、航空燃料として使う商懇油を生産するため、街道沿いの松は樹齢300年以上のものまですべて伐採された。しかし搬出に手間取り多くの松は、街道沿いに放置されたまま終戦を迎え、塩釜の造船所などで使われたという。 起点から北へ、宮城県陸町、赤沼座ざおひありがとうございます。